春日うつしとは、春日大社の20年に一度の式年増大において建て替えられた旧社殿を近隣や関係の深い神社に合しし、移築していた習わしのこと。よるしフ山口神社境済拙者立岩神社、島田神社本殿主に本殿4社及び若宮の社殿の移築を指すが、節末社社殿の移築もありそれらも含めると、近畿一円で約150例が確認されている。 本殿移築は、江戸時代までは行われていたが、明治に入り本殿が国宝指定されると建て替えができなくなったため廃れた。しかし、節末社の建て替えは可能なため、現在も移築が行われることもあり、近年では、第60次増大中の2016年5月23日、御二山山町の摂者元宮神社の社殿が、京都府笠木町の笠木寺に移築されている。 節末社の一区のうちでも38所神社の社殿の一区を38所写しと呼ぶ。本殿一区の春日写しが全国で30棟程度が確認されている一方、38所写しは8棟しか確認されていない。拙者への元神社旧本殿大将軍神社本殿一軒社、春日作くり、店棚形式拙者、 水谷神社旧本殿校大神社本殿三軒舎流れづくり、拙者伊神社旧本殿港天満天間宮本殿正面2軒、奥行き1軒、霧島作り拙者元宮神社旧本殿抹三38所神社旧本殿、四人神社本殿三軒舎流れづくり、後輩の柱間1軒抹茶原江戸神社旧本殿、うねめ神社本殿一軒舎流れづくり、店棚造形式。ありがとうございます。